停泊中のチリ艦隊ペルー海軍大佐、ミゲル・グラウ・イキケの海戦とは、南米の太平洋戦争中の1879年5月21日に、当時のペルー領イキケ港沖で、ペルー海軍とチリ海軍が戦った海戦である。ペルー艦隊がチリ艦隊の寄贈艦一隻を沈めて、海上封鎖を解いたが、自らも座礁事故で、装甲艦一隻を失う、大打撃を受けた。 後半戦をグルエサ岬の海戦と呼んで別の戦闘として扱うこともある。1879年4月5日、チリがペルーとボリビアの同盟に対して戦線復刻して南米の太平洋戦争は勃発した。この戦争では政海権が重要な戦略的要素となった。政海権を握った側が陸軍部隊を自由に海上移動させて 重要拠点を占領することが可能となるからである。また海上封鎖により敵の補給を遮ることもできるのである。ボリビアの海軍と呼べる戦力は存在しなかったため、事実上はペルー海軍とチリ海軍の戦いとなった。ペルー海軍は主力として砲塔装交換、バスカルト、装甲フリーゲート、インデペンデンシアを有し、この他に沿岸専用装甲艦のあたわる馬級、 モニター2隻、コレベット1隻、包艦1隻、輸送船4隻を持っていた。ペルー海軍は、原油戦力で、チリ海軍に劣ると判断し、艦隊決戦を回避して、通称破壊戦を行って、時間を稼ぎ、その間に、陸上防備の強化と新型艦の整備を行う、戦略を立てた。これに対して、チリ海艦隊の構成は、ペルー海軍に似通っていたが、 主力装甲艦はペルー海軍のものよりも装甲火力、速力のすべてで優れ、艦船の総数でも上回っていた。優勢なチリ海軍は積極的にペルー艦隊の撃滅を図る方針だった。最初の海戦は1879年4月12日に発生し、コルベット・ウニオンと砲艦ピルコマヨからなるペルー艦隊がチリ海軍の砲艦 マガラネスと交戦した。この戦闘では、双方とも、喪失感はなかった。その後、沿岸に対する艦砲射撃や、チリ艦隊による一機家の海上封鎖が行われた。なお、一機家は、陸上からもチリ軍に包囲された。同年5月に入って、チリ海軍司令長官、フアンデボエド少将は、ペルー艦隊がカヤオ軍港に集結中との情報を得た。そこで、 レボイド少将は、カヤを奇襲攻撃することにし、5月16日に主力艦隊を出撃させた。イキケの封鎖任務には、機関故障中だったコルベット、エスメラルダのほか、スクーナー型砲艦、コバドンが輸送船、ラマールからなる文献隊を残した。イキケ残留の地理軍艦2隻はいずれも非装甲の旧式木造艦だった。ところが、 チリ主力艦隊が出発したのと同日、ペルー海軍主力の総交艦、ワスカルト・インデペンデンシアは、輸送船3隻を護衛して、カヤオを出港していた。輸送船には、アリカへの増援部隊が乗船し、うち1隻には、マリアーノ・イグナシオ・プラード大統領も乗っていた。カヤオに向かうチリ艦隊が沖合を航行していたのに、対し、ペルー艦隊は、 沿岸航行をしていたため両軍は気づかないまま行き違いとなった。5月20日にありかに到着したペルー艦隊は、行き家の封鎖が手薄になっているとの情報を得た。プラード大統領は、クラウタイさらに行き家のチリ艦隊攻撃を命じ、ペルー総攻艦2隻は同日夜に出撃した。5月21日の朝、ペルー艦隊は行き家沖に姿を現した。チリ艦、 コバドンガがペルー艦隊を発見し、チリ艦隊も乗員を戦闘配置につけた。輸送船、ラマールは南へ向けていち早く戦場を離脱した。チリ艦隊はペルー艦隊に対して砲撃を開始したが、装甲を貫通することができなかった。チリ艦、コバドンガも南へ向けて逃走を開始した。機関故障のため速力が低下しているエスメラルダは、 逃げることもかなわなかったが、プラット艦長は降伏せず、部下に対して徹底抗戦を命じる訓示を行った。沈没するエスメラルダ。ペルーのグラウ大佐はコバドンガの追跡をインデペン、当初はチリ艦隊が周囲に機雷不設をしているとの誤報から接近戦は避けていたが、イキケの陸上砲兵部隊が発砲したところ、エスメラルダが移動を始めたため、 嫌いは存在しないと判断した。ワスカルはエスメラルダへ接近して昇格による体当たり攻撃を加えた。これに対してチリのプラット艦長は雪原しての異常攻撃を命令して自らワスカルへ乗り込んだが縫製のために命令が伝わらずわずか2名しか続くものがなかった。すぐにプラット艦長らは銃撃で倒された。その後ワスカルは エスメラルダに対して二度目の昇格攻撃をかけた。この時もエスメラルダからは一注意に引き入られた十二人の水兵がバスカルの甲板に飛び移ったが、たちまち全滅した。さらに回の最後となる昇格攻撃が加えられ、数分後にエスメラルダは沈没した。最後の昇格攻撃を受けた時には、もはやエスメラルダは沈みかけて甲板が低下し、 兵が切り込みをすることもできなかった。エスメラルダの乗員197人中で生存者は62人だけだった。一方、ワスカルの人的損害は戦士一人、負傷七人だった。ペルー艦、インデペンデンシア、チリ艦、コバドンガ、排水量630トン、美放三本の郵便船回送艦、チリ艦、コバドンガは追撃してくるペルー艦、 インデペンデンシアの方が大型で、喫水も深いことに着目し、水深の浅い沿岸を航行することで闘争を試みた。追いついたインデペンデンシアとの間で砲撃戦が始まったが、インデペンデンシアの砲手の連動は低く、3時間かけてもコバドンガを撃沈できなかった。そこでインデペンデンシアのモーレ館長はコバドンガに対して昇格攻撃を行うことを決心し、 二度にわたって、艦を突進させたが浅瀬に阻まれて成功しなかった。グルエサ岬付近で三度目の昇格攻撃をかけた際に、インデペンデンシアは、たちまち浸水で右辺に傾いた。敵艦が罠にかかったのを見た。コバドン側反転して、砲撃を仕掛け、インデペンデンシアも、使用可能な方で応戦しながら、離勝を試みた。インデペンデンシアのモーレ艦長は、 復旧不能と判断するに至り、自治を命令したが、弾薬が侵入した海水で湿っていて発火しなかった。そのうち、ワスカルが救援に駆けつけ、これに気づいたコバドンガは、再び逃走を開始した。ワスカルは、インデペンデンシアの離行を試みたが、やはり不可能で、改めてコバドンガを追跡したが、日没を迎えて、結局は捕捉できなかった。 インデペンデンシアのところへ戻った。ワスカルは、インデペンデンシアの上院と搭載法を収容した上、戦隊に火を放って処分した。インデペンデンシアの戦死者は18名で負傷者は5名、コバドンガの戦死者は4名、負傷者は3名だった。プラット艦長の、ワスカル艦上での最後を描いた絵画。ペルー艦隊は、チリ艦隊を配送させて、意気気の海上封鎖を解除し、 一応の勝利を収めたと言える。陸上でもチリ軍は一時的に、イキケ包位戦からの撤退を余儀なくされた。しかし、チリ海軍の失ったのは旧式の木造軍艦だったのに対し、ペルー海軍の失ったのは主力級の装甲艦であり、もともと総戦力では、チリ海軍が優勢だったことを考えると、ペルー側が一層不利になった。チリ海軍の方が人的損害は大きかったが、 報道されたプラット艦長の英雄的な戦士に、眼下されて軍への入隊志願者が数千人、増加するという効果も生まれた。プラット艦長は、現在でも地理海軍における最大の英雄であると、言われている。行き来海戦の発生した5月21日は地理では、行き来海戦記念日と呼ばれ、海軍記念日として、国民の休日となっている。ありがとうございます。